坂垣七瀬です。アメリカにあるパフォーミングアーツの大学生です。また子ども向けのテーマパークでパフォーマーとしても活動しています。みんなこんにちは。今日は来てくれてありがとう。今から思いっきり楽しもうね。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。それでは左側の方をアンパンマンミュージアムで働いています。どんなことしてるんですか？あの MC や PA をさせてもらっていて、あのアンパンマンの仲間たちと一緒に楽しくステージに立たせてもらっていますアンパンマンは本当に優しいので、あの悩みとかを言ったらいつも包み込んでくれたり、あとは本当にあの来てくれる子どもたちにいつもパワーをもらって、毎日あの幸せな時間を過ごしています。みんなこんにちは。今日は来てくれてありがとう。今から思いっきり楽しもうね。こんな感じです。小学生の頃からジャズダンスを始めまして、それがきっかけであの表現することが楽しいなと思って学ぶようになったんですが、あの高校は兵庫県立宝塚北高等学校の演劇科に3年間通いまして、本当にあの日本の文化から狂言とか日本舞踊からあのクラシックバレエや歌などさまざまなことを学ばせてもらいまして、本当にあの私自身ステージに立つことが大好きなので、ステージに立ったりあの人前に立ったりして表現することをあの生きがいとしています。ちょっと私があの好きなパフォーマンスの一部なんですが、あの肩抜きっていうちょっとした技をやってみます。後ろから私はすごく盗もうとして頑張って、このまま、はい、お家族を押せます。立ちます。そのものからもう自分の最初は頑張れ頑張れ、このまま、はい、こうです。私は私らしくあの全ての瞬間を楽しんで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。